それでは、虎という字に行きますね。まず、短い縦を書きます。で、おかんむりを書きますね。必ず右が広い方がいいです。で、抜いていきますね。次の、反る位置はあまり長くしません。この位置よりも幅を広く下に田んぼの田を持ってくる感じですね。同じ角度で内側に入って、縦が先ですね。間隔角度を揃えて閉じます。そしたら、この線の下あたり、まあ、45度ぐらいですね。この線の下あたりから、左より少し長めが良いです。じゃあ、行書の虎に行きますね。少し、右下に向けての線ですね。ちょっと戻る感じで、少しだけ右上がりで抜いていきます。そって、抜いたらここで筆を開いて内側に入りますね。そしたらここで戻ってまた筆を横にして、肩下げて同じ角度ぐらいで内側に入ってきます。そしたら縦ですね。間隔角度を揃えて閉じたら、引っ掛けて、ちょっと反りを入れて、左よりも下に持ってきます。